AV1 はインターネット上での動画配信を目的として、非営利団体のアライアンスフォーオープンメディアが開発したオープンかつロイヤリティフリーな動画圧縮コーデックである。主に Google の VP9 を基礎とし、ドラ塗装とソと VP10 の技術を組み込んで開発された。類似技術である Google の VP9 や MPEG のヘベック、H265 の置き換えを目指している。 開発を行っているのは、半導体産業、ビデオ、オンデマンドプロバイダや、ウェブブラウザ開発主体の主要企業の出資により2015年に設立されたコンソーシアムである、アライアンスフォー、オープンメディアである。このコーデックは、インターネットエンジニアリングタスクフォースの動画の、標準化ワーキンググループである、インターネットビデオコーデックによる、標準化の最有力候補となっている。 彼らは標準化に必要とされる項目をリストにまとめている。2015年に非営利団体として、アライアンスフォーオープンメディアがアマゾン、シスコ、グーグル、インテル、マイクロソフト、モジラ、ネットフリックスの共同で設立された。2016年4月に ARM と NVIDIA、2017年1月に Hulu、2017年11月に Facebook、 2018年1月4日に Apple が青メジアに参加した。その他、世界中のいろいろな会社がプロモーターメンバーとして参加している。2018年3月28日に仕様が一般公開され、その後も6月25日に仕様の検証済みバージョン1.0が2019年1月9日にバージョン1.0の正誤表付き版が公開された。また、 関連仕様として2018年9月7日にコンテナフォーマットの AV-1ISO ベースメディアファイルフォーマットバインディングスペシフィケーションも公開されている。主な特徴としてロイヤリティフリーのライセンスを用いていることがあり、競合企画であるヘベック H265 が複雑かつ高額なソフトウェア特許ライセンスを用いていることと対照的になっている。 ライセンスにより広範な利用を可能とするため、競合企業の特許を侵害しないことを重要視している。この特許規約が W3C によって採択されてからは、AV1 の特許を使用している特許についても同じライセンスで提供されるようになっている。AV1 はアルゴリズムの煩雑化を避けつつ圧縮効率を上げる最先端のコーデックを目指しており、 性能上での目標としてヘベック及び v p q に対し約50%の効率上昇を掲げていた。仕様が公開された2018年3月現在、PSNR の比較でヘベックより30%程度優れていることが確認されている。前述のように、このコーデックはウェブルテックをはじめとする。 リアルタイム処理と高画質化の面において、H264 に代表される今世代の動画圧縮フォーマットに対して、より高効率となるよう設計されている。2020年1月現在、リファレンス実装であるライベイアムのエンコード速度が、非現実的なまでに低速であることが欠点とされる。エンコードの高速化を目標とした、オープンソースのラブ1 e や、 インテルが G4CPU 向けに開発している SVT-AV-1 などの実装などが存在しているが、いずれれにせよエンコードには X264 や X265 の数倍数十倍程度の時間がかかり、非常に低速である。AV-1 エンコーダーの処理ステージと各ステージと関係する関連技術。AV-1 は伝統的なブロックベースの周波数変換の フォーマットに新しい技術を加えたものである。Google の VP9 をベースに追加の技術が組み込まれており、AV1 では主にエンコーダーでより多くの圧縮オプションを利用できるようになり、異なる種類の入力により適応できるようになっている。アライアンスはシートアセンブリ言語で書かれたリファレンス実装を二条項 BSD ライセンスの下でフリーソフトウェアとして公開している。 開発は公開の場で行われ、アムの会員かどうかに関わらずコントリビュートを受け付けている。前述の通りソフトウェアでのエンコードが非現実的なまでに低速なため、莫大なエンコード時間をかけてでも、ファイルサイズを小さくしトラフィックのコストを下げることが利益につながる動画配信業者が採用を表明している。YouTube ではビットストリームの企画が固まり次第、 6ヶ月以内に高画質の動画から迅速な AV1 への移行を行うことを宣言しており2018年9月15日からベータ版として AV1 でエンコードされた動画をまとめたプレイリストを公開した2020年1月現在 PC 向けサイトの一部動画に採用されているまた2021年4月に専用のハードウェアエンコーダーを独自に開発したことを 発表した際、将来的に AV-1 のエンコード機能を搭載することも明かしている。また、アライアンスフォーオープンメディアに属する半導体事業者は AV-1 のハードウェアサポートに向けて働きかけている。PC では2020年の段階で、インテルのインテル G シリーズ、AMD の Radio の RX6000 シリーズ、NVIDIA の g e f o r c e RTX30、 シリーズといった主要各社の GPU が AV1 のハードウェアデコードに対応している。一方でスマートフォンではメディアテック社製ハイエンドスマートフォン向けソックであるデュアメン線がハードウェアデコードに対応しているがスナップドラゴンやアップル A シリーズといった他社は2021年4月現在対応していない。またいずれもデコードのみの対応であり、 ハードウェアエンコーダーの実装は2021年4月、現在ほとんど進んでいない。AV1 イメージファイルフォーマットは、画像や画像シーケンスを AV1 で圧縮して、配布、ファイル形式で保存するための画像ファイルフォーマットの使用である。i 7 f 文符という同じコンテナフォーマットを使用し、圧縮に AV1 ではなくヘベックを使用している。HEAC と競合している。 バージョン1.0 0例は2019年2月19日に策定された。アビフでは AV1 のイントラフレーム不合化群の技術を応用して静止画を圧縮している。アビフのように既存の動画コーデックの不合化技術を応用した例としては VP8 の WebP や H265 の配布がある。アビフは以下のような機能をサポートしている。2018年12月14日。 ネットフリックスは最初のアビフ形式のサンプル画像を公開し、VLC にサポートが追加された。マイクロソフトも Windows 10の 19H1 プレビューリリースでファイルエクスプローラー、ペイント、複数の API での対応を発表し、サンプル画像を公開した。モジ d と Google もモジ d ファイ l ー Firefox と Google Chrome でこの新しい画像形式をサポートする。 作業を進めている。2019年9月18日、paint.net が avif ファイルのオープンにサポートしたが、保存にはまだ対応していない。カラリストフォーマット、コンバージョンとダークテーブル RAW イメージデータは、それぞれサポートをリリースし、ラバビフのリファレンス実装を公開して、プラグインに API のバージョン3、X と2.10。 X に対応するンププラグインの実装が開発された。2020年2月14日、ネットフリックスはブログ記事を公開し、JPEG と比較した場合のアビフ形式の画像の品質と圧縮効率を測定した客観的な評価手法を発表した。2020年、シスフェルは AV1 を使用するにはライセンス契約が必要であると主張している。ありがとうございます。